今日はお忙しいところをお集まりいただきまして本当にありがとうございます。大家好，今天非常感谢各位媒体在百忙之中来参加我们这个活动。このような機会を設けていただきましたリンさんにも本当に感謝を申し上げます。那在这里呢，我也非常的感谢林总监以及各位为我们的安排。私は10年ほど前まで日本の陸上自衛隊の軍司令官といいますか方面総監についておりました。那我在十年前呢，我就担任日本的自卫队的陆上自卫队，然后是方面，就是我们这个本部长。私の自衛官生活は非常に中央のいわゆる防衛省ヘッドクォーターの勤務が非常に長くて、自衛官人生の半分はそういう本部勤務をしていました。仕事が国を守るという。いわゆる端的に言えば戦争をすることを職業とするポストにいたわけです。今までの質問よりは答えやすい質問をしていただいてどうもありがとうございます。非常感謝你问的这个问题，你刚刚几个都容易回答。私の父親がその台湾とともにここにおられる方々は民進党支持者なのか国民党支持者なのかわかりませんが、国民党軍と一緒に戦ったというその父親が台湾防衛のために戦ったというのが一つあります。的时候，从来都不敢提到，也避讳去提到的一个议题啊。但是山下裕惠将军呢，他在这本书的《兵棋归演》里头呢，他一直把这个议题当作是一个很重要的变数。那他是引用一个人的话啊，他引用的是前日台交流协会台北办事处安保主任渡边金三先生他做的一个。中国他会想要统一台湾，也是就是说，中国想要武力犯台的时间表哦。那这个时间表呢，他把核威慑，也就是核战这个议题给提出来。